こえてきたのは牧原紀之さんのアンサーです。この曲は牧原紀之さんのセカンドシングルということでね、この曲を書いたのは、ね、牧原さんもうものすごい昔なんですよ。確か学生の時かな。当時僕らは中学生ということですけれども、うん、僕はねこのちょっと後に聞いたんですよ。実は聞いたのはね、もう1年後ぐらいかな、91年からちょっと経ってたんですけど、ものすごい牧原さんの音楽好きでね、特に僕人生の一曲、まあ、あげなさいと、まあそんなことはないかもしれないんですけど、無人島に行くならとかね、よく言うじゃないですか、一つだけって言われると、僕の牧原さんのアンサー、これすごく好きなんです。なんかね、いらんものが体中から落ちていくとか、脳みそからね素直になれるというか。俺親父がね、言ってたんですけど、中学校の時に牧原さんがまあこうバーンと出られた時に、おこの子おるやろって、お前うちのクーラーあれ、あの牧原電機で買ったやつってずっと言ってたんです。そう、ほんで俺親父、牧原さんの親父知り合いやねんってずっと言ってたんです、でこの間お会いした時に、実はうちのクーラーまだ使ってるから、牧原電機で買ったんですって、なんか知り合いどうの、こう知り合いの知り合いかなんかそんなんですみたいですよって言って、よくよく聞いたらなんか嘘みたい。なんでやねん、うちの親父が。なんでやねんそういう嘘つくんです、うちの親父。まあ、おかしいやろ。いやでもね、それは血は譲れないですよ。黒田君もあれでしょ、小学校時代何に思ったか知らないですけど、俺の兄貴は田原俊彦や。いや誰が信じるねん。俊彦の俊と俊介の俊一緒やからそれでさ、友達とか家に来るわけじゃないですか、でも俊ちゃんはいないじゃん。忙しいもん親父譲りですね。親父譲りですね。